9月12日火曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 今日は動画番号0909の続き、ボンネッタオープンで購入した名鉄関係中間車も5050もこちらの動力ユニットを直そうという動画です。地盤との戦い5動画、ボボンテッタオーステンでね、購入したジャンクフィン。ほら、ね、屋上もね、ウェザリングされてます。床下的、まあ、取っちゃいました。これもウェザリングです。価格は税込み3850円です。で、これを、まあ、使っている動力ユニットですね。グリーマックス、18.5 メートル級。上品ウェーブで3854円。4円差でしたね。わずか4円。上品の方が、ね、高いっていう。ただ、こっちは中古です。ポコンテッタの店でね、試運転したら脱線しちゃってですよね、あの車輪が。ここではどうでしょう。あれ、ちょっと待って。やっぱり脱線して、ほらね。うん。もう一度。もう一度行きますよ。はい。だって。動かれへんじゃん、それ。うん？これは、相当重症か？ああ、ダメだね。ああ、走ったか？ああ、ちょっと待ってよ。走ってるけど不安定だね。うん。ストップ。よーく見てみましょうか、これ。台車がね、あ、車輪が浮き上がってるね、これ。うん。よく走行ランクが B とついてますね。これ C に該当してもいいのでは？なので、自分はね、ちょっと脱線するから値引きできないかって、店員さんに言ったんですけど、それは無理だって、ね、言われました。うん。まあ、1000円くらい安くしてくれんかなと思って、動画番号0909で伝えた通り、修繕集がね、ちょっと変形しとるかではないかと思うんですよね。新品は、ま、大体ほぼ垂直でしょ。で、これ、中古はちょっと山のようにちょっと曲がってるんだよね。まあ、それさえね、新しいものにすれば、なんとかなるんじゃないかなと思うけど。中古品を買った後で、下のね、GM ストアオーステンで、この修繕集を購入しました。1個、40円です。ね、分配してくれましたよ。ね、ほら、ね、垂直でしょ？これ、うん。1個40円。まあ、これに変えれば多分大丈夫だと思うんですけどね。中古でね、よくカプラーが、こういったね、加藤のカプラーが多いですね、自分の場合。うん。どうやって分解しようかね。まあ、こっちがシャフト受けだから、まあ、中心部分なのってことですね。まあ、中央寄り。だから、車輪ゴム、ね、車輪ゴム中央寄り。で、こっちは何もない。うん。で、これで、まあ、新品の、ね、修繕集を、あ、これ逆、ちゃんと向きがあるんだね。これ、修繕集。まず、ここにくぐらせて、うん。で、あと、新しいやつ。これも、これも大したやつだね。あ、これも逆、なんか逆っぽい。ちょっと。まあ、とりあえず、こんな感じ。試運転です。おっと、ちょっと、ちょっと。うん。脱線せず、車輪は浮き上がっていません。よって、まあ、これは修理完了です。先制した修繕集を交換することにより、動力ユニットですね、快調になりました。新品で、上新ウェーブ3854円。中古、車体付き3850円。まあ、これはね、動力も動いたので、得でしょう。この場合はね。うん、さて、この動力ですが、もう5050の動力を何に使うかというと、実車動力をもう5050に使います。ツインモーターですから、このコアレスモーターに交換します。動力ユニット第2弾の修理も OK。進行役は竹坊でした。